ND2。見た目はほぼ同じだけど、中身が結構変わってる。いよいよ新しいロードスターで出発です。もうだいぶ軽く感じる。なんだろうこれ、すごい同じ車運転してる感覚だけど、走り出せば違う感じがする。なんだろう、エンジンの音がちょっとおとなしめに、ちょっとじゃないな、そこちょっとそこそこおとなしめになった気がする。これが新しいロードスターの鍵です。確かマツダ3のとかとも同じ、ちょっと前のより大きめのキーになった感じ。あと車検シールは法律の変更によりここにつけられました。まあ言うほど邪魔ではないかな、この位置なら。なんかステアリングの感じもちょっと変わったなって感じ、わずかに重くなった感じかな。あ、まあツコネつけてないけど、ディスプレイに制限速度表示がつくようになってる。ちょっと深谷のビッグタートルによってちょっといろいろ調整します。あれ、ギア結構ギアも前の車より入れやすいぞこれ。ND2、 見た目はほぼ同じだけど中身が結構変わってる。はい、ということで、車の配線の方を設置しました。まず GoPro の方にシガーソケットから電源を取るようにケーブルを接続して、で、マグセーフの充電器をつけました。もう一つつけたのが、このオッドキャスト U2 Air という、まあ、有線のカープレイをワイヤレスで使うようにするっていう非公式のアダプターをと接続しています。で、はい、つけてみるとこんな風にカープレイの画面が出てきました。旧マツコムネよりも横長になって結構情報量が多くなって見やすくなってる。どうやらタッチ操作は対応してない様子ですね。こんな風にコントローラーをくるくる回して操作することになります。ではちょっと軽くドライブしていきましょう。
いやだいぶマツコネの画面がワイドになってカーナビタイムの画面が見やすくなってるね。これマツコネやっぱいらないんじゃないかな。もうだいぶ横長だと周りの地図がすっごい見やすいね。これ進行方向向かって2時の方向にファミマがあるのが見える。これかなり見やすいぞ。そういやドラレコもつけないとな。今つけようと思っているドラレコ、まあちょっと大きく上げてちょっと3つ考えていて、まあ1つはまあ普通にガラスにつけるタイプのドラレコで、2つ目がデジタルインナーミラー型のドライブレコーダー。まあこれは前にもカメラついていて後ろもカメラついてて、その後ろカメラの映像がまあここのミラーに映るっていうやつで、3つ目がパイオニアの NT1 だったかな、通信型のドラレコがついてる他にナビ機能もついてるっていう、まあ、ドラレコが売ってるんですけれど、まあ、ちょっとそれの3つのどれかが気になってるんですよね。まあ、さてどれにするか、まあ、ちょっとじっくり選ぼう。このサンバイザーも以前乗ってた初期モデルから変わってしっかりした感じになりました。前のはなんか樹脂製だったんだけどね。さてちょっと軽めのワインディングコースって感じのとこに入ってきたけど、なんか新しいロードスターだと KPC っていうのが入っていて、なんかカーブを曲がるときにカーブの内側の後輪にちょこっとだけなんかブレーキをかけて、なんかちょっと操作性を安定させるっていうシステムが入ってるらしいです。これもちょっと峠道とか行けば結構効果が分かるのかな。なんかちょっとこの程度だとちょっとよく分かんないんだけど、まあ、ちなみにこの ND2 の馬力135馬力になっていて、一番最初の初期の ND だと130馬力だったんで、まあ、5馬力もアップしています。あんまり違い分かんないな。変わってるな。この音量上下のところの真ん中が Siri を呼び出すボタンになってたんだけど、呼び出すボタン電話を取るボタンの方に変わってるね。押すと Siri 起動するには長押ししろって変わってるわ。これからの天気は現在風が強くなっていて気温は8度です。気温は今夜に8度から2度まで下がるでしょう。電話取るボタンを短く押すとマツコネの方の音声認識が起動して、長押しで、まあ、Siri が起動するようになってるようです。これ Siri しか使わないから前の方が良かったな。まあ、ちなみに前のだとマツコネが起動してる時はマツコネの音声認識、カープレイが起動してる時は Siri がまあ出るようになってたんだけどね。そういえばこれアレクサが確か使えるんだと思うけど、どうだろう。これは後ほど後日試したいと思います。あれ道の駅小川町まだリニューアル工事中なんだ。てか建物なくなってね、トイレもなくなってて仮設トイレしかない。最近の車みたく後ろに障害物があると警告音が鳴るようになってる。ということで ND2 ロードスターの納車から初ドライブの模様をお届けしました。いかがでしたでしょうか。これまで初期型に乗っていた身からすると9年間商品改良されて成熟した ND ロードスターは外見はほぼ同じなのに
違う車のように感じました。買い替えて非常に満足しています。このチャンネルではロードスターの楽しさや旅 Vlog をお届けしていきますので、この動画が少しでもいいと思ったら高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。動画の説明欄に Instagram のリンクを貼っているので、こちらのフォローもお願いします。では次回の動画でお会いしましょう。それでは。